文久3年8月17日寝の半時、今でいう午前1時、京都守護職会津藩主松平容保に勅命が下った。御所の九つの門を固く閉ざし、特別に許された者以外の入門を禁じた。聞け、我らはこれより九門の警備にあたり、帝の御神金を休んじ奉る。会津薩摩淀の参拝以外、何人たりともここを通すな。そしてその許された者の中に長州藩の名はなかった。つまり長州藩とそれに味方する三条実富など7人の公家は朝廷から追放されたのである。開門、開門、嘆願つかまつりたきことがある。開門する。ご開門願いまする。ご開門願いまする。開門、開門。翌18日未明、三条実富以下長州派の7人の公家を擁して長州勢は撤兵し、かくて京都から長州藩の勢力は一掃されたのである。世に言う七京落ちである。その上さらに長州の怒りを決定的にしたのは、御用改めでござる。どうした。おっ、京へ向かう。止めても無駄じゃ。少しだけお聞かせ願います。この度は何のための上洛ですか。不老の塔使い、我が藩主を殺害すし、会津の日を天下にならし、合わせて帝に訴えて去年受けた冤罪を晴らさんがためじゃ。ならば無駄です。おやめください。男山八幡で軍議を開き、木島牧両先生の主張通り京都新発の方針決定しました。遊撃隊のほかに増田殿600、国西殿800、それぞれの兵を率いて山崎口、天王山、佐賀の三方より京へ上り、若君や御詰めとして2000の軍とともに三田尻より海路大阪へ出て京を伺います。目の前でそれを聞いちゃってなぜ止めんかったんじゃ。元帥、俺は出陣に参戦した。何？上洛した長州軍と御所を固める会津薩摩両藩との間で戦端が開かれたのは元治元年7月18日である。最も激しい戦いは浜栗御門で、ここへ攻めかかったのは長州軍の中で最強と言われた木島又兵衛率いる遊撃隊400人、力士隊40人の混成部隊である。恐れ
れ多くも玉座の方角に向けて大砲を撃つとは何事ぞ。不敬の弾これに過ぎるものはない。お引き取り願おう。何を言うか。こりゃ戦じゃ。弾がどこへ飛ぼうが我らの名役に変わりはねえ。桂先生突っ込みましょう。鉄砲隊待て。やむを得ません。いずれまたの日。先生行くぞ。リモさん、弾がかすっただけでごわす。先生、吉島先生、先生、先生しっかり、吉島先生、やった、最後やったぞ。じゃあその神はわしが直してやるけん。すまんの。